はい、でもです、ドラフトをかっこ社会人並みでペナント制作やっていきたいと、思います。まあまあまあ選手紹介としてはこんな感じ。エース宮原、2番手大柳、3番手吉原ルーキー、4番手品川、5番手宮で、6番手米村、こんな感じでいきます。中継ぎは海老名、長寿、なんだっけ、長子、高柳鶴井、早野くんいいね、徳野が笹、尾藤、浅山、白岩でやってきて、笹微妙じゃね、なんで入ってんだ、坪井のがいいな、なんかゼフ長か、和田使うか、足が速いな、和田ダイソーでも使えるな、ダイソー要員としても使えます、和田は。で打順は1番セカンド杉下、いい徳野、2番ショート大塚、3番レフト中鉢、いいですね、4番ファースト伊王、5番キャッチャー小松原、6番 DH イーノ、7番ライト井端、8番サード下野、9番センター立山がもう完全に守備の人になったな、最初2番とか3番とか打ってたんだけどな、もうすっかり守備の人ですよ。じゃあどうしようかな、どんな感じなんだろう、うち的にはやっぱり勝てないのかな、2勝1敗か、ロッテ強いもんな、なんで、まあ、どうなんだろう、とりあえずは、8月ぐらいまで1回行くか。ちょっと留学生忘れてたな、留学に行かした2人を忘れてました。大崎、留学して、大崎と大金だったかな、追用大金追用、大崎と大金から留学させたのはこの2人、ちょっと留学させてたの忘れてたんで、ちょっと帰ってきてもらおう。先発がいいね、先発がいいね、防御率9点台で BS なのに9点台ってね、特能がひどすぎるな。あと1人とあれだろう、5人で回すか、先発1人戦中で、V スラしかないけどいけるかな、一発持ってるけどな、この2人に頑張ってもらわないとな、先発がマジでひどすぎるな、5点台でいい方だからのうち、中継ぎはそこそこ頑張っているんだが抑えがダメですな、もうみんな勝利投手で頑張ってもらおう、リード時ビハインド敗戦処理、守護神が打たれてんだよな、どうするか、守護神を、スタミナしか伸びねえ、塩やスタミナ、おお、さっき変化球、球速か、140にはさすがに遅いか、いやとりあえず BB にするか、ヨネはもうどうしたらいいかわからん、俺はお前をどうやって育てたらいいかわからん、俺は宮で球速しか伸びねえ、イバタがなんか得の覚えたのか、伸びねえな、弾道上げるか、広角覚えてほしいな、早く、あ、野手はどうなんだろう、お、3割3分6厘、いいね、打線はいいな、2割8分変えようか、下位打線は相変わらずですが、いいの、去年活躍したんだけどな、うち右バッターばっかだな、いいの以外全員右か、5割、こいつは去年から引き続き代打ではいい成績を残しておりますね、じゃあまた8月ぐらいまで、カットします。はいはいはい、ルーキーの能力判明しまして、吉原健、24歳社会人ナンバーワン左腕、多彩な変化球を操る新人さ、 7.31 防御率がひどすぎる、7点台か、能力はこんな感じです、もうそんなに悪くないんだけどね、打たれますね。そして朝倉くん、ドラフト2、朝倉先発させる、
朝倉ずっと2軍にいるの子、先方差し締める子、そして、矢島、矢島24番を背負ってる高橋由伸も24番を背負ってる男、そして右投げ右打ち、秋田県出身、先発がちょっと崩壊しまくってるんでやばいな先発が朝倉とか先発始めるか、野崎の疲労がやばいな、倉の坪井もやばいな、飛びたいか、早野もやばいから帰るか、ここ一回朝山行くか、エビナー頑張ってるな、5点台こいつはずっと5点台、どうしようか、変えるか、思い切って抑え、今年は抑え変えるのもありだな、エビナー頑張ってるからちょっと抑えさせてあげようか、ちょっとエビナー頑張ってるんでちょっとご褒美として抑えをやらせてあげよう、先発足りねえな、どうしよう、吉本あげるか、うん、5点台が一番マシっていうね、結局品川がエースになると、もう5点台のみんな6点台だからな、6点台を投げささないといけないうちの投手陣、変えるか、平岩とか使ってみよう、諸岡とか使うか、いやこの2人ちょっと期待してるんだよな、だからちょっと投げさせてるんだけど、ほんと勝利投手でいいんだけどな、リード時多いな、ビハインドリード時、ビハインドリード時、配線処理、配線処理、アイテムも買ってあるね、じゃあじゃあじゃあ今ねうちめっちゃ負けてるんだよね、うちがめっちゃ負けてるんだけど、一緒にロッテも同じぐらい負けてるから、うちが最下位になってないんだけど、例年通りだったら最下位だよ、でこっからうちは上げていくからね、こっから俺がやっぱ一試合一試合俺が見ることによってこう多分上がっていくと思うんだよな、選手の入れ替えとかも激しくやっていくんで、で杉下がめっちゃ絶好調なんだよな、杉下に3連単、杉下がやばいんだよ今年、3割4分9厘13本57打点、バケモンだなこいつ、国際大会バッついてる、なんで打線は結構いいんだよな、2割6分20本2割6分13本2割8分9本2割5分3本、ここがちょっとあれだけど疲労が溜まってるってのもあるんだよな、やっぱキャッチャー取らないといけないわ、疲労がやばい、おぶつかる疲労やべえ、こいつら疲労やばいからちょっと休ませないといけないな、小松原も休ませないとな、やっぱ対左は違うやつとかそういう風な感じでうまいことなんか疲労を回復させないと厳しいのかな、とりあえず金を増やそう、杉下で金を増やす、杉下見ようか、こんだけ売ってるんだったらもう効果あるかな、もう終わったらから、お金のやつは、あまだ続いてるな、杉下ちょっと見てみようぜ、杉下先発はいいや、違う手番設定で杉下、今年好調の杉下打ってないな、打率下がってんだ、めっちゃちょっとショート変えよう、ショート外野ファースト変えよう、今日はちょっと打順を思い切って変更して、4番いいの、イバタ、よしこいつらゴミを買い出せに固めて杉下右京がめっちゃ打つからな今年、このよく分かるよなパワープロの、急になんかたまに打ち出すやつとかもいるしな、よう分からんわな、日に年によって変わってるよな、なんかたまに打つやつがめっちゃ出てくるもんな、なんでこいつこんな今年打つんだみたいな、上林曽根、ディズリー、プホート、中村、カジュアレンダ、5.13、だから全体的に蛇行なのかな、よーし、いけ、藤田瀬田、ライト、よーし、シャア先制のチャンス、ノーアウト2塁から点が取れない、うちは。
次よ。ええって。中村翔子。まあ、全体的にあれなんだろうな。蛇行なんだろうな、リーグが。リーグが蛇行なんだって、武田とかも6点台だしね。まあ、こいつらはでも2点台か。蛇行な気がする。パワープレイしたら蛇行になるもんな。第9投げました。ストライク。一発持ってるからな。ホームランいけるよ、ホームラン。杉下。第2球見送ってストライク。ストライクか。バッター追い込まれました。第3球もう疲労ってどうなんだろうね。疲労溜まったら逃げ落とした方がいいのかな。それとも使い続けた方がいいのかな。どっちがいいんだろうね。そこんとこなんかちょっと知ってる人がいたらコメントください。どうなんだよ。でもその分2軍に落とすとレベルが落ちるじゃん、その分の試合は。そこを諦めてでも疲労は回復させた方がいいのか、それが疲労溜まっても出した方がいいのか、どっちがいいんだろう。難しいところですね。いい試合してるじゃん。今日誰だ先発抑えて、内側0点で抑えるなんてすごいぞ。カジは防御率5点台もんね。5点台のピッチャーがこんな抑えるなんてね。防御率5点台のピッチャーに抑えられてるからな、うちは。でも逆にソフトバンク打線もうちの防御率多分6点台ぐらいのやつに抑えられてるからな。なんでワンツーになったらミートにした。バッティングカウントだぞ。強振でいこうぜ。そこで強振、強振しないのかい。向こう奪三振ついてるじゃん。カジヤって今シーズン中継ぎやってるよな。まあドラフト1位だったけど、高卒社会人なのかな、確か。大卒社会人なのかな、どっちなのかな。よし、最悪のドラフトって言われたけど、育成、その時の育成枠の1位が千賀だったのかな、確か。カジヤの確かそんな感じだった気がする。そのドラフトも意外と当たりになってきてるんじゃないの。カジヤが当たればセンター足速い。よし、これだ。足おっそさ、2ランナー。足おっそ、誰だお前。誰だお前は。よーし、勝った。杉下本日4打点4打点で4安打。彼増えねえかな。あ、下の走力下がってる。増えてないかな、分からん。いつ分かんの、増えたか増えてないかって。あれ、まだ分かんないのか。お、増えた。お、増えた。やったぜ。金が増えた。ちょっとずつ金増やして、ドラフトでいい選手を取ろうぜ。留学もできるようになるしね。金がないから留学できねえ、金がないからコーチを雇えねえっていうことになってるんで、うちは今、金を増やさないといけない。確実に増えるやつ。いや、もう今だったらやっぱり、杉下だよな。杉下がね、杉下、中鉢。小松原頼むぞ。どこら辺まで行こう、一気にここら辺まで行こうか。確か8月までだったよね、グッズ買えるのが。いや、全然負けまくってる。ロッテに、よし、ロッテにとりあえず勝ち越したら最下位にならなくていい。これ5位だな。でも初めての5位じゃない。うちが初めて首位じゃない、最下位を脱出。15対16ってどんなアホ試合してんだ。いや、やばい。ロッテに迫られてる、ロッテに迫られてる。ロッテで4ゲーム差。このまま逃げ切ることができるのか、直接対決。いや、4ゲームやったらまだ大丈夫だな。あ、もうこれ決まった。5位決定ですわ。やったぜ。来たな、5位。よーし、5位だ、5位。立山が通算202塁だ。もう5位決定したんだったら使わなくていいのかな、あいつら。ちょ、2軍落とすか。疲労溜まってるやつら全員、あ、キャッチャーは2軍落とすね。試合になんねえわ。いや、2軍落としてもいいか。あ。よし、これで試合やろう。2軍に落としたら確か回復するんだよね、疲労って。じゃあシーズン後に全員2軍に落としたら回復するのかな。そういうわけではないのか。それは関係ないのかな。
この状態で2軍落としたらどうなんだろう、回復するのかな、疲労でも足りないんだよな、うち野手がこいつらやっぱ立山疲労溜まりまくりだな。うちは初めての合意じゃないか。まあでも週に25ゲーム差つけられてんだよな、こいつっても。結局そうなんだよな、こいつっても結局 25.5 ゲーム差つけられてるからな。うちの勝率的にはあんまり変わってないんだよな、去年と。ただロッテがあのズバ抜けて弱かったっていう理由でうちが勝ってたけども、去年より勝率下がってんな。去年の下がってるもんだって。去年より勝ってないけどロッテがいたから5位になった。どうなんだこれ、嬉しいのか嬉しくないのか微妙なとこですな。やっぱ勝率5割乗っけたいな。お、品川がピッチャーだよな、絶対に。うちだって2、一番2番目投げてんのが中継ぎだからな。大金は4点台まで、こいつスタミナめっちゃ上がってるじゃん。大崎7点台か。ねえ、先発だな、マジで。先発なんでこんな打たれんの、マジで。もう全1イニングつなげる、毎日毎日全1イニングつなげるか。中継ぎは頑張ってんだよ、本当に。中継ぎは頑張ってんだ、こいつら。こいつはちょっとダメだったけど、エビナ。5.6 足、なんでそんな急に打たれた。去年めっちゃ抑えてたのに、こいつはめっちゃ打ってんだ今年。3割5分1に17本92打点 OPS9、 3割0分9に16本104打点、2割9分9に27本、お、27本打ってんだ。足遅くなってね、怪我かな、足遅くなってんの。中罰30、いいのが今年めっちゃ打ってんのとか言ってたら来年また打たないから、そうなるかな。あ、小松原より下の方が高いんだ、 OPS。 出塁率の差か。お、パワーヒついてる、やっと。小松原パワーヒついてるじゃん、打てるキャッチャーだな。小松原守備、あれ守備こんな、こんあれ肩劣化してる、肩が劣化、肩怪我したのかな。いいね、海の、運のか。運のはなんか2年連続3割残してるんじゃない、代打で。結局107打席も立ったんだ。なんでこいつこんな打席立ってんだろう。途中から出場にしたからかな。いやー、後がもう育てていかないといけないな。やっぱり今回疲労があるんでね、疲労がたまるんで、ちょっと若いやつも早めに作らないといけないのか。ファースト、ショート、まあファーストはいると考えて、ショート、外野、キャッチャーもいるな、もう一人。もう一人キャッチャー取らないとな。キャッチャーを任されるようなやつ、セーブ、追尾を、全部内野セーブじゃん。よし、次下、下野、立山、よし、ゴールデングラブ。お、杉下、首位打者、お、首位打者、咲いたんだ、やった。口から首位打者から出ると。杉下、年俸めっちゃ上がるそうだな。嫌だな。払えねえな。てか、そろそろうちも、あ、FA か。誰だ、うわー、ポスティングかー。いや、もううちはあれだから、 FA もポスティングも全て認め、今回の縛りは FA もポスティングも全て認めます。あの、引き止めません。で、 FA は引き止めて、ポス FA はありで、ポスティングは引き止めるってよう分かんないからね。でもどっちも、あー、杉下の年俸、杉下、でも杉下のお金で金が入る、よし、いいコーチを雇おう。杉下の金で金、杉下のお金で金が入るんで、いいコーチを雇おう。AB にするか、それか特納をつけるか、AC でチャーつけるか、どうなの、これってどうなんだろうね。特納いいやつを育成鍛えるか、いや、でも結局こっちだよな。ちょっといいコーチを、いいコーチを雇おう、これで、この金で。この金でいいコーチをやっと、やったぜ。スカウトもちょっといいスカウトにしよう。杉下の金でちょっといいスカウト。よし、1億7000。払えるかな、1億7000。じゃ、一回クッション挟もうか。BA、一回 BA にしよう。クッション挟もう、クッション。いきなり1億7000は怖いな。よし。
気が今回見てく。じゃ人減らすか。ピッチャー多分そんないらないよな。ここら辺はまあこいつらはあげようか。金は早いな。お前は1億か。早い。お前まだ8000万だわ。いや9000万でしょ。いや9800万でしょ。1億はまだ早いわ。ちょっとお前には5000万。8000。君はちょっと6000万で我慢しろ。2割8分14本打ってるか。8000万だな。お前は年俸下がる。3000万。まあ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 、1000万下げよう。まあいいでしょう。1900万。1000万だな。いや君はちょっと420万。お前も420万。お頑張ったな。1100万で3人そんなあげない。1100万だな。まあ500 420 420 420 420 1200 420 2600 1600 600。ダメだ。400。950 1100。まあ、あげよう。誰かクビにしよう。ベテランもういらないやつだ。32とかもういらないな。笹ももう使わないでしょこれ。30で海老名まだ使うな。内山とかも使わないよな。品川まだ使うよな。先発は鮫島。これも使わないな。平屋も使わないでしょ。30超えたら切ってこうか。使わないやつは30超えて。白井も36か。 FA してくんねえかな。あと1年か。 CMI2 しかない。絶対 FA すんなこいつ。まあ FA してくれ。守備コーチが基礎能力丸を覚えました。よし。野崎、笹、内山、平岩、鮫島。ピッチャー先発取らないとな。先発、まあ、社会人だから結構みんな早めに切ってバンバン血の入れ替えをしていかないとな。若くて育成するって感じより即戦力近い選手を取ってバンバン鍛えていくみたいな感じじゃないと無理だもんな。それか晩成いくか。それか晩成か。ドラフト。ピッチャー来い。あれ今年全然いいね。あ、スカウトに指示してなかったかな。全然いいね。なんか人が。いや、野手は結構いる。道下、平林、あ、ここら辺いいな。ショートの後継者取るか。ここで外野は、こいつ、どうしようか。杉本は多分ドラ2でも取れんだよな。そのドラ1でどっちかだな。これ外野か。やっぱショートの方がレアな気すんだよな。大塚の方が急務な気がすんな。そうだな、大塚の方がやべえな。となると道下だな。ドラ1はうちのチーム状況を考えると道下で合ってる。よし。平林だったら強豪してたな。ここで杉本取れる。よし、オッケーオッケーオッケー。でドラ2で杉本取り、キャッチャー取られたか。何番キャッチャーは。ショートの後継者取れたんで、あとは外野の後継者か。サード、21歳サード、21歳、外野。若いけどさすがにひどいな。それってこいつだよな。サード下野の後継者まだいいかな。野手はもういいかな。ピッチャーもあんまいねえしね今年。お、こいつするか。社会人どうも。よし、終わろう。
スカウトにちゃんと指示させておこうと。指示させてなかったっけ今年。してた気がするんだけどね。ドラフト終わったらまず指示をして、お任せお任せお任せ、お任せ社会人で、新人紹介。ショートの控えを取れたんで、大塚はこれでちょっと休ませることができるんじゃないの。なんで高島はどうしようか。高島をどっから、高島をキャッチャーにする。高島はどっか覚えさすか。サンポジショートじゃなくてどこにしようかな。サードとかもやらしてみるか。オールラウンダーになってほしいな。道下ショートとサードももれる。あ、じゃあセカンドでいいな。あいつ高島セカンドでいいな。あ、そうだ、セカンドいないんだ、うち忘れてた忘れてた。あ、大塚セカンドにコンバートしようで、道下ショートで使おう。大塚確かセカンドサウポジ持ったから、多分コンバートしたらいきなりセカンド守れるようになるんで、結局じゃあ道下はいきなりショートレギュラーか。そうかそうか。いや、取っといてよかった道下。危ねえ危ねえ危ねえ。あれまた片目打ち持ってる。そして杉本、社会人ナンバーワンピッチャー。うん、吉野力高いな。将来に期待って、こいつも何歳だよ。こいつ28歳だぞ。家督があるね。むずいな社会人これ。やっぱり引き止めありにしないといけないのかな。でも一回引き止めなしでやりたいんだよな。なしでやっても30年やって優勝できなかったら、もうありにしてやるしかないね。いや、もう優勝できるでしょ。言うてできると思うんだよな。いや、行ってこい。メジャー行ってこい。この成績ならお前メジャーに行け。鈴木誠也もすごいの。うち8000万だぞ、8000万。何本くれるのかな。何本くれる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 。アメリカリーグ1、10、100、1000万、10万、15万。やったぜ。15億ってことでしょ。15億。めっちゃうちめっちゃ金入ってきたじゃん。やっとこれで留学できる。本当だったらこれでね FA 取るんだけどね、この金で。次よ、 C ランクでめっちゃいいのいっぱいか、いっぱい来るからの。次よ、ロッテに誰か来た。武田かロッテか。ロッテがちょっと強くなるな。陽大かマー君、菅野。果たしてマー君、菅野は。お、菅野はジャイアンツ帰った。ジャイアンツに帰っていた菅野。マー君はヤクルト。すごいね、何球団渡り歩いてんの。毎年毎年球団勝ってからな、マー君。よし、この金で海外留学しよう。ヨーロッパリーグかな。守備上げてもらおうかな。って感じだな。ピッチャーだな、いかせでしたら。高島の守備上げる。守備となんだっけ、守備コントロールか。ピッチャー生かしたいな、そうなると。まあ先発だよな。26、27、25。朝倉行かせようかな。朝倉と高島で行くか。高島守備上げてこよう。よし、ちゃんと機材も買うぞ。機材も買うぞ。機材いっぱい買えるな。であんまいっぱい買うの怖いからな。変化球3にするか。よし、キャンプ行ってきます。はい、機材壊れた。大塚はセカンドに行こう。守備がめっちゃ下がってる。総力か。
立山いいものの俺がやって野手も後継者を育てない、野手が足りねえな、野手取ろう。ピッチャーは増えてきたけど野手が足りなくなってきた。野手だな、野手探してくれ。野手今回野手だわ。野手、ヤシだ、ヤシ、ヤシ探してくれ頼む。ヤシがちょっと衰えてきた、ベテラン化してきた。ヤシがピッチャーはまだそこそこ育ってきてるんじゃないか、育ってきてる気がする多少。よしこれでいこうと。お、疲労が回復されてない、あんまりあんまり変わってねえ。こいつら完投してもらってリード上多いな。これショートだろう、でセカンド大塚だろう、で外野だろう。で去年って変わったとこって道下が入ってたことだね。まあ、道下は9番に置きたいな。で1番はもう、あ、1番がいなくなったのか、どうしよう。井端置くか、1番選球がある方がいいんだよな。大塚だな。2番井端置こう。3番用、3番中馬、中盤用、5番小松、5番いいの、6番小松原、7番下野、これだな。1番セカンドは大塚が継いだ。セカンド、セカンドもちゃんと守れる。で9番ショートルーキー。運のもちょっと代々出てけよ、出てけよ、出てけよ、代々出てけってなんだ、代々出てこいよ。キャッチャー取らないとな。小松原のちょっと疲労がたまりすぎるな。みんなの疲労をためないように頑張ってください。え、クラノは覚えた。やっぱレベル3にしたら覚えるのも増えるのかな。覚えねえなこいつは。スタミナ、変化球、変化球、 V スラ7にしようぜ。 V スラ7に、こいつは球速しか伸びねえ。カットボール、カットボール4、コントロールじゃないこいつは。こいつはコントロールだな。よしこれでやっていこう。今年どうだろう、やっぱ杉下が去年3割5分、去年の首位打者がうちかいなくなったからな、きついな。まあ、FA されるよりマシか、金が入ってくるしな。 FA はあんまり金入らないからな。ポスティングだって15億を3番セント大谷だ。15億ぐらい入っていたからな。ポスティングの方が全然いいな。まあ FA されないようにちょっと金を上げないとな。ポスティングはでもな、どうしようもないからな。白山が今炎上したな。6点取られたんじゃないかあれ。白山が打たれたのか分かんないが。とか留学生あと何日帰ってくるんだろう。まあいいや。じゃあ、今日はここで終わりたいと思います。それじゃあ見てください。皆さんありがとうございました。バイバイ。